配信簿でございます。はいはいはい、すごいね結構イケてる。どうも、グッピーです。イケです。社長です。イバンチ TV 始まりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、で本日はですね、なんと久しぶりの料理動画単品でございます。でですね、今日は何の料理を作るかと言いますと、ある漫画のですね、料理を再現しようと思いまして。直撃の相馬。違います。赤いね君。もうちょっとね、昔からある漫画でございますね。はい、それがこちらでございます。美味しんぼでございます。はい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 、はい、こちらのですね、第14巻に載っている骨のない魚っていう回があるんですけれども。骨のない魚。はい、視聴者さんもね、どういうことかって思ってると思いますけど、うん、まあそれをね、今日はちょっと作っていきたいと思います。で、本日ご用意する材料ですね、こちらでございます。はい、中身、アジですね。アジか、おっきなアジ。アジアジアジ。あとですね、はい、打足になりますけど、うん、今日なんと私サーフに釣りに行ってきまして。あらま、ほら、わぁ、すごい。さあ、ヒラメ40センチ。マジか。マジで釣り上げてるんですよ。これと、石餅。石餅。はい、うん。どういう料理にするのかっていうのはね、まだちょっと徐々に明らかにしていきますんで、はあ、ぜひ見ていってください。はい。じゃあ、まずは普通にですね、まあ、さばいてってくださいね。はい。さすが料理長、イバンチの。お前、シュレやってんだもん。なんだろよ。どんどんやっていくよ。うわ、すごい。どんどんやっていくよ。いいね。ショートコント、強盗。音鳴ってねえじゃねえか。レッドカードでね、入ったの。くだらん、本当に。なんで俺はこんなことしなきゃならないんだ。頑張れ、メガネくん。頑張れ。よくできたね。わぁ、すごいね。チョキチョキできんだよね。よっしゃー、オッケー、開いた。はい、というわけで、今ね、池くんが、さばいてるやつが、今回のメインディッシュというか、うん、集合体にするんですよ。ここの骨とか、身を全部取り除いて、皮だけにするんです。皮だけに？はい。で、そこに、他のね、アジの切り身をミンチにしたやつを詰め込んで、蒸して焼きます。なるほど。それが、骨なし魚の正体でございます。つまり、このね、身と、骨をね、きっちり取り除かないと、カブっていうね、あいけないんですよ、池くん。頼みます。俺がやるのか。じゃあ、私たちは、じゃあ、そのね、ミンチの方の、アジをね、ちょっと、うまいことやっていこうか。はい、お前。お前。はい、じゃあね、難所。これをね、なんとかしないと、この骨をね。ね。はい。秘密兵器。はい。はい、キッチンバサミ。さあ、これでバッチリいっちゃいましょう。おい、すげえ、すげえ。あ、いけるね。すげえ。あ、思った以上にいける。え、すごいね。バッチリいけてんじゃん。お、すごいすごいすごい。すごいな。大活躍や、キッチンバサミ。ローマンできるよ。はははは。お前。泳がせにできるわ。泳がせにできる。はい、じゃあバッチリ切れたということで。うわ、すげえ。まあ、あとはね。まあ、ここの腹骨と血合骨か。はい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 、そうだね。勝ったなこれ。終わりだ。風呂入ってくるわ。はい、というわけでね、まあ池くんが下処理していただいたこのアジと、このアジはだから詰め物用ね、のアジと、こっちがその中に入るミンチ用のアジで、あなたは切り身、はい、ミンチにして、で私はこれ骨抜き係、はい、で、あなたはカメラ、はい、お願いします。よろしくお願いします。うわ、これどうすればいいのこれ。え、身取れちゃうの。あ、でもまあ身も取れていいんだよ。あ、取れていいのか。身も結構皮だけにしちゃうから。ああ、そっか。取ってもいいんだけど、うん、このだから皮がさ、うん、破けちゃうのが心配でさ。そう、なかなか繊細な、じゃあ、うん、お仕事ですね。俺に向いてないかもしれない。メガネ変わってくんね。違うです。そうだよね、池くんこんなに綺麗にさばいてくれてもさ、うん、グッピーさんが台無しにしちゃう。いや、可能性あるね。可能性があるのか、ね、はい、私の方が出来上がりました。やった、こちらでございます。じゃん、わお、すごいね。まあ骨は全部抜きました、うん、はい、でこれをね重ねるとこんな感じですかね。あ、はい、いやすごいね、はい、ぺちゃんこだね。ぺちゃんこでございますね。ここにだからね、このあのメガネくんが、あ、はいはいはい、切ったのをミンチにしてつめつめしますんで。あー、なるほどね。よっしゃ、まず一匹。
1段目がこいつで2枚目が効率を求めすぎてこうなりましたペラペラですね。ペラペラでもうバリバリベラベラ、うん、で見てください。3枚目進化を遂げます。どうぞ。ほらこれマジで楽しいよ。やばくね、綺麗じゃね、うん、すごいマジで。やっぱ成長するんですよ人は。そしてまあ大事な石持ちちゃん、これ大きくて映えるやつはメガネくんにやってもらってるんですけど、はい、はい、これで合わせてみてください。さあどうだ。お、ええやん。全然病気の石持ちみたいな感じね沈着しきった石持ちみたいな。はい、というわけでね、まあ池くんのねさばきがね、うん、まあ一般素人から私から見たらめちゃめちゃうまいんですよ。見てください。はい、さあおにぎりはっ、おっ、じゃ天下の宝刀。うわーすげー、これだってもうスーパーに売ってる切り身ですやん、これ完全に。いやすごい、いやすごい、本当にすごいよ。よっしゃ、はい、じゃあメガネくんがね、うん、完成しました切り身をね。これね、はい、こちらを、はい、うわーすごい、うわまあまあこういう感じで、あ、そうそうだね、叩いてミンチにしていくと。あ、なるほど、いうことですよ。じゃグッペイさん、これ早いね、これこれこれ、キッチンバサミでね、粉みじんにした方が早いわいや疲れてきた来てるねここにパワーが来てるよ、パワー。よし、じゃあここにですね、こちら塩コショウを軽く振りまして、塩コショウ、はい、つなぎで小麦粉ですね、小麦粉練ってあげることで OK。この身をこちらのアジちゃんにね詰めていきたいと思います、うん、はい、はい、お願いします。いや、ここが難しそうだよね、うまく詰めないと。ちょっと失礼してお願いします。おお、はい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 、いいんじゃないですか。でもおー、結構ありそうだね、意外に、うん、かまぼこみたい。確かに、そうだね。おお、めっちゃいいじゃんすごいすごい、マジで結構いけてる。いいっすよね、全然なんか普通の、そう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 、なんかさばいたちょっと味に見えるわ。はい、じゃあこちらへどうぞ。よいしょ、オッケー、綺麗にくるくる巻いてこうね、あああああ床でやらないでください。床でやりましょう。これラップでくるくる巻いて、でこれをですね、うん、この蒸し器の方に入れて、あー、なるほどね、蒸します。で固めてから再度焼きを入れて完成でございますね。あー、なるほどね、はい、ここやっと段取りが分かったなるほど、補強してな。いや、うまいね。逆に美味しいんじゃない。あ、そっちか。あー、そっちいいね。あ、いいね、パンパンやん、本当に。すげえ草タイプの魚だね、これね。面白かったこれいいっすね、いいね、置いてから巻こうね、これはね、うん、はい、いや、さっきより全然でかい。よっしゃー、はい、というわけでね、3匹目の詰め物がなくなってしまったので、代わりにですね、こちら石持ちちゃんの切り身をミンチ状にしまして詰め詰めしていただきましょう。お、もう手でいってる。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、はい、はい、あよいしょ、あよいしょ。おい、石餅の実がねえじゃねえか。大丈夫です、私がこの時のためにですね、とっておきのやつを用意してきました。何、こちらです。マグロ叩きもうわからん。こちらをこう詰めてもらって、石餅のやつに石餅入れて、アジのやつにこれ入れないやんけ。いや、面白くないよ石餅をかぶりついて、お、マグロやんみたいな、こっちの方が面白いに決まってるやんけ、おい。そうっすか。ん、そうっすか。価値観もずれてんじゃないの、あんた。え、ほんとチーム。ベドベドなんだけど。よいしょ。お、ピタピ。お、素晴らしい。うわぁ、ザ、ザって感じだね。ね。オッケー、できたー、できました。じゃあ、こちらをちょっと蒸していきまして。はい。焼いていきますか。ゲ君、めちゃめちゃバターのいい香りがするんですけど。俺、これ一番うまそうに見える。食欲そそられる匂いがプンプンするよ。はい、皆さん、揃いましたでしょうか。はい。はい、蒸し上がったと思いますので、中を開けてみましょう。あぶっ、うぇーい、パンパンじゃん、マジで。ほんとに。まあ、でも見た目はね、蒸した魚みたいにね、うん、なってますんで、さあ、これをじゃあ取り出して、軽く焼いたら、出来上がりでございます。なるほど。はい。はい、というわけで、出来上がりました。いやー、はい、ではまずはね、ちょっとサブの紹介でございます。はい、今日釣った、小サバの塩焼きと、こちら、ヒラメのムニエル。めっちゃうまそう。で、
余ったマグロの、ハンバーグですね。はいはいはい。で、本日のタイトルとなる骨のない魚でございます。はい、いきますよ。オープン。きたー。おいしい。すげえボリュームある。やばいねこれ。やばいやばい。でもやっぱ一見したらね、うん、普通になんか焼いただけの魚じゃんみたいな感じですけどね、パッと見はね。これが骨なしで食べられると。へえー、じゃあ早速じゃあ、うん、メインをいただいてみましょうか。はいはい、じゃあいただきます。いただきます。どうぞ。じゃあ私はじゃあこの、うわー、一番でかいやつね。男らしい。すげえな、マジで。じゃあワイルドに丸かじり、はい、骨がないってことなんでね。確かに。いきます。うまい。本当か。うん、うん、つくねだね。あつくね。マジマジマジ。そうだよ、確かにね、うん、本当につくね。じゃあ二人も。はい、うわ、これ取ろうかよ。かわいい。あー、思った以上に美味しい。マジか。美味しい美味しい。あ、本当に。うん、じゃあどちらか、石餅が入った味かネギトロが入った石餅か。俺はトロいくな。まあ間違いなさそうや、ね、しゃーねーな。男を見たいからね。はい、よし。うわうわ、なかなかワイルドだね。うん、うまうまいな。うまい、うま、普通に美味しいです、マジで。あ、よかった。ご飯にも合うし。当たりだね。じゃあ当たりっすね。わ、すげえ。全然皆さんも試した方がいいっすよ、マジでこれね。じゃあね、じゃあこちらも、うん、じゃあいただいてみましょうか。私が今日釣ったヒラメちゃんのムニエル。うん、これはもううまいですね。まあ間違いなさそうな感じだよね。いただきます。はい、どうぞ。しっかり味ついてると思うね。一番うめえわ。よーし。うん、石もちね。石もち、いただきます。うまみが若干やっぱりこっちのね、白身だからあっさりしてるからさ。ああ、なるほどね、うん、ちょっとインパクトに欠けるかな。欠けられないことはないですね。うん、はい、はい、よっしゃ。じゃあこれを召し上がっていきましょう。食べるよ。食べましょう。はい、というわけで、完食いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、見てくださいよ、この綺麗な骨なし状態。これ稀に見ぬね状態ですよ。コメント下手くそか。こんなに綺麗に食べれるなんてね、素晴らしいことだと思いませんか。はい。まあでもね、今回の企画最初はちょっと怪しいなと思ったんですよ、うん、あのちゃんと魚の形になるかとか、骨がちゃんと残らないかとか、いろいろね、難しい部分がね残ったんですけど、まあ蓋を開けてみればね、こういう形でまあちゃんと魚の形でね料理になってましたし、まあ美味しくねいただけたということで、まあ万々歳でございます。はい、やったー。久しぶりのね料理ピン動画、皆さんどうでしたでしょうか。なんていただけるでしょうか。はい、というわけで、じゃあ今回の動画はこれにて閉幕。バイバーイ。さよなら。どうも。